増山レナのドラゴンジャーナル。増山レナの、はい、こんばんは、増山レナのドラゴンジャーナル、多摩レイクサイド FM、 毎週聞いていただきましてありがとうございます。今週もお届けいたします。今週は増山レナ美術館所沢で、5月の4日、5日、12日、開催しております。こちらの戦場からの翼、アートと歌で巡るイラク展、毎日が子供の日というこのイベントについてお届けいたします。美術館で収録いたしました、相沢康之さんという、ギターと歌のミュージシャン、宮城県気仙沼出身シンガーソングライターで、1996年までバンド金融詩人の歌ギター、2003年イラク戦争で平和運動人間の盾に参加し、国際平和文化交流の会ピースオンを設立された、ピースオンの相沢さん、そして荻野さと子さん、ウードと歌を担当されておられます。福島県出身でエジプトチュニジア等の渡航を重ねるうちにウードと出会い、2003年より常務有志氏に支持されています。アラブ音楽と、日本の、ミックスしたポップスのコンサートの模様をお届けしたいと思います。本当にね、今増山レナ美術館所沢でイラクアート展開催しているんですけれども、2004年の2月から3月にかけて戦場のイラクに相沢康之さんと一緒に、行ったことがきっかけで、ピースオンのイラクアートのコレクションが始まりました。私と相沢さんがイラクの、バクダッドでギャラリーを回りまして、その中で心に惹かれる作品を購入して始まったコレクションです。こういった形で改めて日本の皆さんにイラクのアートを見ていただく機会を作れて本当に嬉しいなと思います。先日ゴールデンウィーク中、5月の4を、土日に行われました。この展覧会でも多くの方々に来ていただきまして、また美術館で相沢さんと、荻野さと子さんのコンサートもございました。また、アディクションカウンセラーの藤永真希さんも来ていただいて、なんとですね、ケント、デリカットさんにアメリカのユタ州につながるっていうインターネット中継もつながりまして、すごく素晴らしい会になりました。まずはコンサートの様子を聞いていただきたいと思います。どうぞ。おなじみの職に入ってるんですよ。だから夏目屋市って知ってますかって知らない人多いんですけど、まあ最近はまた結構この新しく流行ってきた部分もありますが、結構やっぱり知らない方多いと。でも実は食べたことあるんですよって言うとみんなびっくりするんですよね。何に入ってると思いますか？馴染みのある日本人だったら誰もがまず食したことがあるだろうという。塊でこれだけでやらなくて、いや、この話では入ってません。この成分がっていうか原料として入ってる。
あ、そうかもですね。それあるかもですね。だからね、これは本当にね、イラクの原風景、まあ、ふるさとですよね、うん、はい、彼らは本当に今ね、戦争で国を追われて、でその中でやっぱ自分たちの原風景っていうのはやっぱりひしひしと感じてね、なんとかそれを、このハーニーさんの絵は、夏目足をテーマにしてね、夏目足と農夫ということで、手すきの紙、夏目足で葉っぱを使って作られたその紙、いいね、いいの、そのように農民の女性の顔を描いたりしてるんですけど、まあ、これ歌終わったらちょっと自分と絵のことでね、またお話ししようと思うんですけど、この夏目足っていうのは本当に彼らの精神文化の中で非常に大きな、よくイラクは7000年の文化と言われてますけど、その7000年の間、そのイラク人の食を支えてきたって言われてます、はい、で同時に詩人にも歌われてきて、すごいね、親しまれていた木なんですよ。砂漠の文化ですけど、夏目足の林があるおかげで、その下に果樹園ができたり、その強い日差しを和らげてくれる、そこで畑ができたり、農業ができて、ね、そういう形で、さっきザクロの歌を歌いましたけど、本当ザクロの果樹園とか、オアシスのようになるわけですよ。で夏目足は本当に天球のような、ドーム状の下に入るとこう枝が、ね、こう丸くなる、なんかこうすごく宇宙の中に守られてる感じ。だからあるアーティストが日本に呼んだ時に言ってましたけど、私たちは7000年の歴史の間、お母さんの体内のように、その夏目足の体内 で守られてきた、子宮の中で守られてきたんだよって言って、すごいそこでますます僕は夏目足を好きになったんですけど、この歌はイラクの古い民謡で、夏目足の木の上で、と木の上なんですね、木の下じゃないです、すごい届かない恋を歌った木の下、古いラブソングなんですけど、はい、これはもうイラクに限らずシリアでも愛されているというか、そもそもイラクとかシリアとか近代国家になる前の時代に作られた、誰が作ったのか分かんない民謡なんですよ、ね、これを僕また日本語にちょっと訳をして歌ってますので、これ今僕一押しの歌なんで、ぜひ聴いていただきたい、はい、thank you.
こういうね歌がイラクのね民謡でした。なかなか面白い、ね、これ結構独特の印象深いこうメロディーでね、僕一発でイラクに気に入っちゃって、ね、これはぜひね伝えたいなと。はい、りなちゃんどう？なんとなく書きました。うん、あらまあ、すごい。おお、素晴らしい。素晴らしい。やっぱいいですね、この絵と一緒にね。絵と一緒に。気持ちよかったです。すごくね、楽しい。セッション。絵と一緒にセッションする。次面白い。素晴らしい。ちょっと、あの、なんとなく音楽のリズムを。リズムと合わせて。はい。イメージして、うんうん、夏目やしを描こうと思ったけどうまく描けなかったけど、なんか雰囲気を描きました。いい、なんかいろんな時間がこう重なってる感じで、さっきのやっぱりでもこの私も赤色がすごい出てきて、うん、でなんか分かる、それをレナちゃんがビューって出してくれたから、うん、あ、これこれと思って、そうで、こっちはねマキさんがした仕事なんだけど、なんか2人で世界を作ったっていうか、私はこれがブラックホールに見えて、あ、でなんか時間って前に進むだけでもなく、うんうんうん、あの均等に分かれるだけでもなく、なんか時々こういう時間が潜んでるんじゃないって思って、そうだね、うん、でそれをこの 10個で割ったり12個は西洋か、うんうん、なんかもうちょっとゆっくりいろんなリズムで割るとここに入り込めるんだけど、うんうん、そこに入り込む要素を切り取ったのかなっていう感じがして、うんうんうん、なんかブラックホールを描きました。いいね、でもすごい見えてたよね。なんかこうね、楕円で動くとかね、そういう話とか楕円っぽい感じもしたしね。ここね、2人打ち合わせは全然してないわけ。はい、してないですね、全く。即興でこんな描いてまだ思わないわけ。私イメージ合うとか相手の人に出して別に、なんか同じことを考えてるみたいな、2人で考えるみたいな。いいですね、その瞬間まさに即興のね。嵐のなんか前の静けさみたいな、そういうのはちょっと歌いたくなって。いや、ね、アラビア語だけ。あ、
じゃあもう短く日本語やってあげればいいって。じゃあ皆さん一緒に日本語は歌ってください。挟み込んで、で、それからあのコンサートの歌をですね流した後に、ちょっと3分ぐらいかな、違うな、ちょっともうちょっと10分ぐらいかな、ちょっと話してみたいと思います。これをつなげますね。はい、聞いていただきました。相沢康之さんと荻野さと子さんによるイラクアートに添えるこの中東と日本がミックスしたコンサート、あの日本のふるさとの歌をアラビア語バージョンで歌うなど、日本の私たちにとっても懐かしいラインナップという感じでしたね。で、今回あのコンサートに参加させていただいて一緒に絵を描かせていただいたんですけれども、すごく印象的だったのは、あの西洋の音楽っていうのは均等に12に割っているんだけれども、アラブ音楽っていうのは10音階、ドレミファソラシドではなくて、もっとあのリズムを、10に割ってやるとか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とか、なんかこう楕円のように時が回っていく感じ、これを表してるっていうのが、あのだんだんこう波のリズムみたいに自分の中にこう響いてきて、普段自分たちが聞いている音、時っていうのが実はすごく西洋化されたものだったのかなみたいな気持ちになりまして、こう均等ではない、時を刻む時間をゆったりと過ごす気持ちをもう一度思い出したいなみたいな気持ちになりました。すごくね、荻野さんは日本の中でもこのウードを、弾いて習われて、また教えてらっしゃるんですけれども、
さまざまなそういった夫の知識がありまして、こういったことを芸術平面や、イラストや映像化していくっていうその理論の部分で私ちょっともうちょっと勉強しなきゃいけないなと思いました。次はですね、このイラクアート、音に惹かれてみたいなと思われる方は、ぜひ、5月の12日、日曜日に、増山玲奈美術館にいらしてください。この日は母の日ですね。お母様へのプレゼントを、アートを購入されるのもいいのではないでしょうか。所沢市、和賀原 1-3031-70、ピースアートセンター、増山玲奈美術館、ピースアートセンター所沢、ぜひいらしてください。狭山ヶ丘駅というのが西武、池袋線にありまして、狭山ヶ丘駅の西口に降りていただきますと、館長がお迎えに上がります。090-9133-6430 までお電話をいただきましたら、お車でお迎えに上がります。この5月の12日にはさらにイベントがあります。どういったイベントかと言いますと、イラクの、アニメーションの上映がございます。このイラクのアニメーション、2004年に、増山玲奈がイラクに行った時に、探してきた作品でして、実はこの作者の、インテレック・アリさんという女性の、アニメーション作家さんとお会いできなかったんですけれども、その関係の方から、データをいただきました。ね、アリさんはその戦争の空爆によって、スタジオが壊れてしまって、今は制作ができないんだけれども、こういった作品がありますということをおっしゃってくださいました。で、その後、私もイラクの、アニメーションやアートっていうことで探しているんですが、なかなか映画やアニメーション、発見することが難しくて、この戦争という、紛争や戦争という中で、社会混乱の中で、こういった作品を作るのが大変な状況にあるのかなと想像しています。ですので、この2004年のアニメーション、貴重なものになりますので、ぜひ皆さんいらしてください。そしてアニメーションぜひ一緒に見ていただけたらと思います。また、イラクに行った時のドキュメンタリーがありまして、そちらの方を会場に来ていただいた皆さんにもご覧いただきたいなと思っております。午後2時から増山玲奈も、行きまして、またユーラシア国際映画祭の国際担当の加藤真由美さんも、会場に来ていただきまして、中東でのアニメーション、またこのイラクのアートについて、また増山玲奈のこの活動についてドキュメンタリープラスアニメーションをご覧いただきながらお話しする機会を設けたいと思っております。ぜひ、母の日は増山玲奈美術館所沢へ、いらしてください。今この表紙になっている、絵がですね、結構人気でして残りも少なくなっております。ぜひ会場に来ていただいてこちらの作品のご購入をお願いいたします。というわけでもう一点来週はですね、19日は今度はイラクではなくインドとの交流が行われます。実はこちらですね、船橋、千葉県の船橋で行われるイベントなんですけれども、今日は船橋市役所の記者会見場で記者会見もさせていただいております。国際文化交流企画、インドの打楽器とよさこいのコラボをお届けします。世界をつなぐアートコラボレーション、アートで世界と一つになるというイベントでして、盛りだくさん、インドの子どもたちの置かれている状況についてのお話を、インドの、貧困層の子どもたちをアートによってエンパワーする NPO 活動を行っております。ボーンフリーアートジャパンの共同代表、坂口志保さんのご講演をいただきます。また、インドから来日しております、インディアンフォークバンドの、ライブがありまして、こちらのインドの、打楽器の、演奏を生で聴いていただきます。また、
市川の、楽部連というよさこいチームも参加していただきまして、インドの打楽器と日本のよさこいのコラボレーションを行います。また増山玲奈はこういったインドの音楽に合わせてライブペイントを行います。会場にてぜひ一緒にね絵を描いていただいたりして、その、会場と音楽と一体になる、感覚を、持ってもらえたらいいなと思っております。また質問コーナーを挟みまして、世界をつなぐ映画として私が2007年に監督しました貞子の鶴、地球をつなぐという映画の上映会も行います。この貞子の鶴、インドから見て、一番有名な日本人と言って過言ではないかもしれません。原爆の被爆者として、折り鶴の少女として知られている佐々木貞子さんが現代に蘇るというストーリーの、ドラマ作品になっていまして、平和を望む子どもたちの思いが詰まった作品です。ぜひ皆さんいらしてください。こちら18歳以下無料、18歳以上2000円となっております。船橋市夏見公民館、千葉県船橋市夏見2丁目 29-1 となっております。問い合わせはユーラシア国際映画祭、加藤の電話番号までお願いします。070-6425-4217 番となっております。インディアンフォークバンドの迎えまして国際交流企画、ぜひ皆さんと一緒に盛り上げていけたらと思います。お子様たちにとっても、そして大人の私たちにとっても、来日して、いただくこのインディアンフォークバンドとの交流というのはすごくいい機会になると思います。日本の中でいろいろ辛いことあると思います。職場であったり人間関係であったりお金のことであったり、家庭のこと、そして健康のこと、皆さんそれぞれたくさん悩みがあると思うんですけれども、そういう時ほどですね、このやたら元気になるインドの人たちに会ってその音楽に触れるっていうことはとってもいい機会になると思うので、ぜひ皆さん船橋まで遊びに来てください。午後、1時から開催されます。午後1時会場、1時半開演、終演は4時半となっております。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。登る登るドラゴンは世界にはびこる悪の心を吐き出す、この腕燃やして貝にしてしまう。ドラゴンは自由と平和なビジョンを一人一人の内側に生み落とす。